さんこんにちは、マキです。今日の動画は私が今チャレンジしている半年でマイナス10キロ痩せるチャレンジの報告をしていきたいと思います。ちなみに今日のメイクはライブ仕様のメイクになってます。カラコンを久しぶりにつけたので目玉がでっかいです。まあそれはさておき、最初にこの1ヶ月経ったんですけど、この1ヶ月の感想を言うと、なんか今までやってきたダイエットが本当に全く食べないで一気にバッて落とすみたいなダイエットばっかりやってきたから、結局最終的にはリバウンドをしちゃったのね。それだけはなるべく避けよう、避けるダイエットをしようっていうことで、この1ヶ月は無理なく痩せれた1ヶ月かなと思います。で、後半にね、ちゃんとどれだけ痩せたよって体重とか、ちょっと体の横から見たりとか縦とか見たりとかしてる動画とかもあるので、最後まで見ていてください。めちゃめちゃ運動っていう感じでもなかったし、一気に食事を減らすっていうのもなかったんだけど、私がまず変えたことは食事の量を変えました。前は低カロリーのものだったらいっぱい食べてもいいかなと思って、そのなんかスープとか作った時とかいっぱい食べちゃってたんだけど、それもやめました。元々の胃の大きさをちょっとちっちゃくするのを意識したダイエットをしてたかな。今までの食事を大体半分くらいに減らしました。そうだね、カロリーとかもそんなに気にしないで、ちょっともう我慢できないみたいな、あの女の子わかると思うんだけど、女の子の日の1週間前とかもうめちゃめちゃ食欲が増えるのね。その男性の方に聞いてほしいんだけど、めちゃめちゃ食欲が増えるの。私もこの1ヶ月の間に1回来たんだけど、その1週間前とかもうすごい心も不安定になってたし、もちろんね、その食事面でもすっごい葛藤してたの。うわ、今もう脂っこいもの食べたい、私絶対女の子の日の前だと思って、1週間耐えて、本当にどうしても耐えれなかった時は、例えば揚げ物食べる時とかは、例えばコロッケ揚げあるとしたらそれを半分にするとか、例えば友達と会う時とかでちょっと食べなきゃいけないみたいな時は、次の日はなるべく野菜スープを飲むとか、消化のいいものを食べるとか、そういう割と当たり前のことを気をつけるようにしてました。もうそんくらいかな。あとは体のラインが見える服を着るっていうのをやりましたね。ドボドボな服とかを着るのがすごい好きだから、友達と出かけたりするときはもうウエストがキュッてなったスカートを履くとか、なるべく体のラインを見えるようにして、ちょっとでも細く見えるようにお腹をキュッて締めるのね。だからそれをやると次の日の朝とか全然お腹の形が全然違ったりするから、すごい筋トレ頑張るっていうよりかは、日常的にちょっとずつちょっとずつちっちゃい筋トレみたいな、お腹にずっと力入れるとか、そういうのの積み重ねで結構体が変わった時期になりました。ということで、早速この1ヶ月の私の成果を発表していきたいと思います。顔がパンパンすぎない？よし、それでは体重計乗ってる動画どうぞ。という感じになりました。だいたいね、2キロちょいかな。その食事と、食事をちょっと半分にするとか、水をいっぱい飲むとか、常日頃お腹に力を入れるとか、そういうのをやっただけで、まあ、元々の体重が多かったっていうのもあるんだけど、だいたい2キロちょい1ヶ月で減らしました。でも顔パンパン、やばい。あと5ヶ月かな。5ヶ月で8キロ減らすっていうのが目標ですね。もうちょっとずつちょっとずつちっちゃい積み重ねをしてってやっていきたいと思います。今ね、体の動画も見てもらったんだけど、ちょっとお腹のあたりが若干シュッてなったかなみたいな、でちょっと縦線みたいなのが入ってきたかなっていう感じかな。ということで、前回の体重
72.ちょっとと1ヶ月経って70キロに減りました。1個前の、よしダイエット頑張るぞっていう動画とかもすごいね、たくさんの人に再生してもらってちょっとすごい嬉しかったのと、自分の体重がもう公にさらされているっていうドキドキもあったんだけど、みんながねいっぱい再生してくれて、でなんかすごいメッセージもたくさんもらったんですよ。 YouTube のコメントもそうだし、 Instagram のコメントとかも、あと Twitter で10日とか20日とかに、だいたい10日ペースで今どんな感じだよっていうのをツイートしてたりするんですけど、そのツイートとかに対してのコメントもみんなねすごいあったかくて、もっと可愛くなったマキちゃん見たいとか、ちょっと面白かったのが、僕と同じ体重だみたいな、なんか僕も頑張って痩せようみたいな感じで言ってくれた人とかいたから、だからみんなね、この全然何も続けてこれなかった私が絶対に痩せるから、みんなも何かね頑張りたいことあったら一緒に頑張れるように、私もこの半年間頑張っていきますので、またこれからもよろしくお願いします。ということで、月1のダイエット報告会、これで以上にさせていただきたいと思います。来月の報告動画は多分17日とかになると思うので、またねぜひ絶対痩せてるから私も頑張って可愛くなるので、皆さんまた動画見に来てください。ということで、今日の動画は以上です。バイバーイ。声全然できない。